明けましておめでとうございます。今年もコーダのグッバイチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、ということで2020年になりました。いや、今年はもう、なんて言うんですかね、イベントが盛りだくさんの年ですよ。まあ、日本でといえばもうオリンピック・パラリンピックがありますし、まあ、個人的な楽しみで言うと、まあ、ディズニーランドに新ファンタジーランドができたり、あとユニバーサル・スタジオでは、ニンテンドーランドができたりとね、もう楽しみ尽くしな、1年になってますね。はい、もうワクワクが止まりません。まあ僕自身も2020年はいろいろチャレンジしたり、あとはぐーんとね飛躍できたり、まあ、とにかく、成長できるような年にしていけたらなと思っております。それを踏まえた上で、今年奏でたい目標というのをですね3つ、立ててきましたので、今回はそれを発表したいなと思います。まず1つ目が、今年中にコーダのグッバイチャンネルのチャンネル登録者数40万人を突破できるように頑張りたいなと思っております。現在のチャンネル登録者数が25万人なので、40万人は、なかなか高いハードルなんじゃないかなと思っております。それでもやっぱり現状で満足しちゃいけないっていう気持ちもありますし、またたくさんの人にねもっと僕の動画を見てもらいたいっていう願いがあるので、今までやってきたゲームもそうなんですけれども、それ以外のこともねもっとチャレンジして、チャンネル登録者数40万人突破できるように今年は頑張っていきたいなと思っております。なのでこの動画を見てる方でまだチャンネル登録してないよという方がいましたらですね、ぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。そして2つ目の目標は、ちょっとこれはチャレンジ企画っぽくなっちゃうんですけれども、今年漢字検定を受けたいと思います。まあ、漢検はですね下は10級上は多分1級かなまであるんですけれども、まあどのランクを最初に受ければいいのかっていうのはまだ正直ねよく分かってないところではあるので、今年早速2月にですね漢字検定漢検の受験日が控えております。なのでそこでまずはちょっと3級を、受験してみようかなと思ってます。ただ僕の実況をよく見てくださってる方なら知ってると思うんですけれども、本当に僕漢字が苦手なんですよ。なので、まあ、3級もね相当厳しいんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まずは、その2月のね、受験日に向けて、しっかり勉強していきたいなと思っております。で、漢検はですね1年に3回、試験日があるんですけれども、まあ、もし3級1回目で受かったら次は準2級目指して、で準2級も目指したら2級目指してみたいなところではあるんですけれども、まあそこはねまずは一歩一歩ってことで、3級しっかり取れるように頑張りたいなと思っております。そして最後3つ目の目標なんですけれども、これはイベントです。はい、今年2020年のうちにコーダの単独イベントを開催できるように頑張りたいと思います。はい、これはまだUUUMの、スタッフさんとか、マネージャーさんとかにも全く言ってません言ってないんですけれども、ぜひサポートのほどよろしくお願いします。ここ最近ですね、まあ、四つ葉ギルドのイベントだったり、あとその前はですね、まあ、フェイト君と2人の、イベントとかは開催したことはあるんですけれども、まあ、UUUMに入ってからですね僕単独のイベントっていうのは本当に開催したことがないんですよ。まあ、みんなでやるからこそできるイベントっていうのももちろんあるんですけれども、それとは逆に僕一人だからこそできるイベントっていうのもあると思うんですよ。なのでどんなイベントになるかも、どの時期になるかも、どこでやるかも全然まだ決まっていない状態ではあるんですけれども、まあ、今年の一つの目標として、単独イベントができるように、今年1年頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひそちらも応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、今年の大きな目標っていうのは、この3つなんですけれども、それ以外にもですね、細かい目標、毎月の目標っていうのは随時立てていきたいと思っておりますし、その内容はですね、シークレットブログだったり、あとはツイッターなんかでね、紹介していけたらなと思っております。
最後に目標ではないんですけれども、そもそも僕のチャンネルのコンセプトとしてですね、子供から大人、そしておじいちゃんおばあちゃんまで老若男女、誰でも楽しめる動画作りをしていこうっていうのが一つと、僕自身が楽しんだり喜んだりしてる姿を動画にして、その姿を見てですね、皆さんが笑顔になっていただけたらなという、そういう願いがあります。なのでこれからもぜひご家族で楽しんでいただけたらなと思っておりますし、また何か気づいたことなどがありましたらですね、もう遠慮なくコメントに書いてください。はい、僕が読んで、改善していきたいと思っております。改めて2020年も全力で楽しんでいきたいなと思っておりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで少しでも楽しいな、頑張ってほしいなと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひお願いします。めちゃくちゃ力になります。はい、コウタでした。次回の動画、そして今年の動画、生放送でお会いしましょう。またね、グッバイちゃーん、イエイ。